大谷翔平、直近7日間の得点圏打率9割。得点圏10打数9安打、7日間における得点圏9割は過去40年間で MLB 最高打率とのこと。最低10打席。9月は得点圏打率5割2分2厘と勝負強さが目立つ大谷翔平。得点圏4月2割7厘、9月5割2分2厘。やばすぎて笑えてくるレベル。得点圏打率9割ってなんだ、そんな打率聞いたことねえよ。いやもう打率の概念がイカれてるから。1週間の得点圏打率9割草。おにゃん、9月のひりついた時期にプレイする喜びが爆発してんじゃん。神谷モード突入や。地味にすごい記録出してる。得点圏打率9割、もはや笑えてくるレベル。大谷選手に回ればほぼ点取れるってすごい信頼性高いな。やっぱ得点圏打率って収束するんだな。投げては打たれるし歩かしたら走られし、相手投手にとっては地獄でしかない。これは敬遠してもしゃあない。これが本来の大谷翔平や。エンゼルス時代にはこんな気合の入った表情あったかな？すごすぎ。やっぱり優勝が決まるギリギリの戦いとかだとさらに集中力上がるんやろうか。得点圏言われてたのを実力でねじ伏せるところ好き。10月に野球をする大谷が見たかった。集中力がヤバすぎる。ここに来て状態を最高に持っていくの価値ありすぎるやろ。地区優勝ポストシーズンに向けて WBC の時の覚醒大谷が戻ってきた感ある。いくら数試合といえど得点圏打率10打数9安打って野球見て30年くらいだが初めて聞いた。どこまでもチャンスに強い男。これが年間通してたらすごいことに。もはやゾーンに入ってるどころではない。野球の神に愛された男かと思ってたけど、もうオッターニさんが神やろ。この頃とモチベーションが違うよな。WBC の時もそうだけど、やっぱ大谷は優勝がかかる重要な試合とかプレッシャーがかかる試合に燃えるタイプだよな。こういうところも重信郎と被るんだよな。本人が望んでいたヒリヒリする9月を過ごしてるな。